皆さんこんにちは、ネコニラでございます。今回もね、ベネクス、多分浦和から近いと思うんで、南浦和から近いベネクスなんとか店11くらいね、開けていきます。で、前回がお堅いカードもないし、 JT も被ったし、もうね、いいことなかったんです。今回はお堅いカードありますし、期待したいんですよ。私はお願いしますだ。アンヘルモジャ2クレ目、あ、これだな、買った。え、超硬いんですけど、これちょっと硬、めっちゃ硬いわ。最後開けよう。久々にこんな硬いカード。この間のアザールも硬かったですけど、あ、出た、フラミニ、プレスディフェンス持ちフラミニ。なんか調子があまり よろしくないっていう話ですよね。すぐ不調になっちゃうっていう話ですけど、どうですか皆さん、使ってますか。これがもう5クレ目か。宇佐美くんは活躍できるかな。頑張ってほしいですね。頑張ってほしい。これが6クレ目ですよ。もう上田、もう直道くんもね、持ってるんですわ。私は持ってるんです。マテュー、POY アザールも勝ったって思ったんですよ。初日にね、98クレ蹴った時の最初の50クレの最後のレア枠で POY アザールだったんですけれども、ぜひその動画で見てください。めっちゃ硬く感じたんですよ。今回もね、硬く感じてるよ私。出た、コクラン、これ気になるな。ディフェンス高いしね。ね、広大な守備範囲ですから、コクラン相当良さげ。はい、ちょっと白いやつ、白枠ね、白枠の光ってるカード頼む。まだ私拝めてないんですよ。お願いします。え、フィオレンティーナ。よいしょ、おお、来たね、フィオレンティーナバッジョ。今更感半端じゃないけど来たね。ちょっとあんまり指紋ベタベタつけたくないけど、マジで、うわ、どうしよう。これ私が持ってていいんでしょうか。またお会いしましょう。さよなら。